では始めます。はい、よろしくお願いします。ですね、ひとりさんの独り言です。悟りは常に脚下にあり、足の下ですね、にありって話です。で、比較的私はこのところこの話が好きです。で、このところそういうことに非常に遭遇することが多いんですよ。で、何ですかって、悟りは常に足の下にあるんだよ。で、足の下というのは何ですかって言った時に、自分が歩いてきた道のり、子供の時から人生、そこに常に悟りっていうのは、例えば自分が失敗したこと、思わず人に意地悪言っちゃったこと、それから人を騙すようなやつが出てきたね、それから自分の親だとか兄弟だとか、自分の生きてきた過程を振り返ってみたら反省点がいっぱいあったりとか、そういうものが全部あるはずなの。で、自分が経験してるんだからすごくよくわかる、で、そのことを忘れちゃってね、インドの方まで修行行ってるやつがいるけど、どこの世界に自分のやってきたことを忘れて悟りというのをもらえるかなんかだと思ってることがおかしいんだよ。悟りっていうのは自分の歩いてきてその時出会った人のことやなんかを見たら分かるようになってる。それを飛び越えてシマラヤ行きましただとかチベット行きましただとか言ってるけど、それはチベットのやつがそこで悟りを開くんだよね。で、日本に生まれた人間が日本で悟り開かないでどうするんだ、ね、そのことをしっかり覚えなきゃいけない。だから不思議な運命に操られた天父さんみたいに見るんだよ。だけど普通の人はそうじゃないの。自分の歩いてきた足取りの中に必ず悟りがある、ね、だ仕事だってそうなの。自分のしてきた仕事をしっかり研究してみれば仕事の悟りは開ける。それをはるか遠くに悟りというものがあると思ってる。そういう人間は悟った気になってる。で、インドに行くことが悟りだとか、なんかね、あたかもなんていうの、自分はインドまで行ってっからあんたらとは違うのよという、昔絵描きがね、パリかなんか行って絵描いてくるあんたらとは違うのよとか、人をね、そういうことであんたらと違うって、そういうことで差をつけようということ自体が悟りから遠いんだよ。考え方が悟りから遠いんだよ。だからそんなやつがインド行こうがチベット行こうが悟れるわけがない。それよりてめえのやってきたことを反省しろって。そこにしか悟りの道なんかないの。いつも足元見てりゃいい。周り見てもダメなんだよ、ね、で、人の経験いくら聞いたってあんた悟れないよって。あんたが経験したことの中からしか悟れないんだよ。だって人のやったこといくら聞いたって分かんねえ。ね、カツ丼食ったって自分が食ったカツ丼の中から味でも何でも研究するんだよ。どこでうまいものがありましたっていくら聞いてたって、うまいものの話山ほど聞いたって食ったことのないものは分からない。分かるかい？だから常に悟りは常に脚下にあるの、ね、だからそのことを忘れてインド行ってますとかアフリカ行ってます、そんなのに感心しちゃダメね。空の下なんかないの、山の上にもない。あんたが過ごしてきた人生の中に失敗したこと、出会ったこと、嫌なやつに会ったこと、そしたら嫌なやつに会ったなら嫌なことはしない、意地悪に会ったやつは意地悪しないね、優しい人見たら素晴らしいなと思ったらそういうのを真似するね、詐欺師に会ったらこういうやつが詐欺師なんだと思い、いじめるやつ見たらこういうやつがいじめるんだと思い、悟っていくんだよ。だから常に自分の足跡を振り返ってみなって、そこに反省点が全部神様がくれる。で、そのことを忘れちゃってるようなやつっていうのは平気でわけのわかんないこと言ってんの。あんなもんが悟りだなんて口にすること自体が呪わしいですよ、言わせると頭いきますよ。で、そうやって大会わけのわかんない人に迷惑かけてで汚いの、本当だよ、不潔たらしくてさ、汚くてね、で、わけのわかんない脳書きばっかり言ってて、二言目にインドまで行って修行してるとか、インド行く前に風呂行けって
一応これで終わります。すげえ。はい、追伸ですよ、はい、今の話の。あのね、神様がそこに生まれてそこにいなさいってことは、そこが一番悟りやすい。でそこで悟れねえようなやつはどこ行っても悟れない。で一番悟りやすい場所がある、はい、そこに生んでくれてる。だから日本に生まれた人は日本が一番悟りやすい。でインドに生まれた人はインドが一番悟りやすい。チベットに生まれた人はチベットが一番悟りやすい。わかりますか？はい。だからそのことを忘れてうろうろしてる人間も悟りに近づいてんじゃない、悟りから逃げてる、はい、ということですよ、はい、以上です。ありがとうございます。お願いします。いいですか？はい、こっちで入れた、こっちに入れてる、ちょっと早速入ってて、はい、ですね、また続きの続きです。今もちょっと話してるんだけど、インドで悟ろうがどこで悟ろうがいいんだけど、悟った後どうするかって言ったら、とどのつまりは生きてって幸せだね、命って大切だね、それから周りのいる人に優しいことを言おうよっていう、極限的にはそれしかない。でだからいろんなとこ行った時に修行したら第三の目が開いた、第三の目が開いたって言ったら、じゃあどうするのって言ったら、周りの人に優しくするか幸せだねっていう、生きてて幸せだしかないんで、それを第三の目が開いてるのに人に対して意地悪言ったりつっけんどんなこと言ってんだったら、開かないで優しいこと言ってる方がよっぽどいいんだよ。ね、修行の空飛ぼうがケツが三十センチ動こうがどんなことどうでもいいんだよ。ケツを浮かしながら嫌味言ってんだったら、ケツくっついてていいから優しいこと言った方がいいんだよ。それが大切なんだよ。極限師じゃねえんだから、ね、精神のってのは、ね、手品師でも極限師でもないの。人をびっくりさせるのというより優しいこと言ってその方がマシなんだよ。それが精神論だ。で悟るっていうことは命大切で自然大切で周りにいる人が大切で、それが悟りなの、ね、インドまで行かないかそんなことできないのって、周りの人に優しくできないんですかって、あんた観光ならいいよ、ね、だから極限的に最後にはそれしかないの。生きてて幸せ、俺の命も大切、あなたも大切、みんなで明るい笑顔の話しようよ、ね、怒った顔してて悟りなんてとんでもないよいうことですよ。また追伸が出たら喋ります。では、はいはい、お願いします。なんか追伸リクエストが来てんで話しますけどね、恵美子さんの本読んだり、それからこういう悟りの本とか、今観音様の話ね、奇跡的にそういうのができたよとかって言うと、急にそういうのに目覚めちゃうんですよ。そうすると必ず同じようなことを言ってる人がいるとか、こういう人がいるとかって言うと、コロッと騙されて、ひとりさんと同じようなこと言ってる、じゃあその人はひとりさんと同じなんだ、言ってることは同じか分かんないけど、必ずそういうやつは最終的にはいろんなこと言って脅かされた話されたり、暗い話されて金必ず取られちゃうんだよね。でひとりさんなんか絶対お金取る気ないから会いたくねえんだよ、悩んでるようなやつに。当たり前なんだよ。それを、ね、金取るやつやたら会いたがるんだよ。で連れてらっしゃいって言うんだよ。俺なんか連れてくんなよ連れてくんなよっていつも言うんだよ。だって本読もうが何しようが同じなんだもん、ね、それをやたら連れてきたがる、やたら会いたがる、ね、やたらこうやってて、あの小冊子配ったりいろいろやってる、怪しいんだよ俺に言わせると、ね、それからすごい人員があって、すごい人員だって、てめえが金出したんじゃないって信者が出したんだろうと、おかしいんだよ絶対に、ね、だって元金ねえんだもん、ね、で神様がついてるって、神様が金くれたって一回もない。神様に金出したやつはいても、神様からもらったやつは有史以来一人もいねえんだよ、ね、ってことはみんなが出してるんだよ。だから出してもいいんだって言ったらいいんだよ、あんたの金だから絶対構わないよ。だけど明らかに違うものは違うんだよ。だけど入り口から怪しいことは言わないんだよ。最初から怪しかったら怪しいから誰も行かないんだから。入り口は似たようなことをちゃんと言うんだよ。じゃなかったら一人も来ねえんだから、ね、だからよく
よくその先を考えなよ、ね、やたら会いたがるとかっていうのは、ね、本当にあんたに必要ならあんたが努力して会いたいとか何とかするのが当たり前なんだよ、ね、あんたの都合のいい人を向こうが求めたり探すわけないんだよ。向こうが探してるってのは必ずあんたを食い物にしようとしてるしかないんだよ、ね、よく考えて行動しないと必ずぐらい出てくるの。その時にひとりさんと一緒だっつって向こう行っちゃう。ひとりさんと一緒だと思ったら俺の話だけ聞いてな、うん、何もひとりさんと一緒のとこ行って金取られることはねえんだからそれだったらひとりさんの方ゆっくり読んでりゃいいので、人に言われたらけなしちゃダメだよ。あ、素晴らしいですね、でも私はひとりさんを信じてるからってね、でそうやって言えばいいの。あなたはそっち信じてるでしょ、私はこれ信じてるんですよ、ハッピーですよって言えばそれでいいの。それいちいち喧嘩なんかすることないんだよ。だけどはっきり私はひとりさん信じてるんですよ、ハッピーですからねって、でこのことをちゃんと言えないとダメだよっていうことだよ。分かったね、はい、はい。